チャンネルで、ライブ配信よろしくお願いします。斉藤美玲です。ウラッチェ久々のアップアップ TV ということでゲストを迎えております。高梨瑞希さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと久々で楽しんでいけたらなと思っております。お願いします。で、早速ライブ配信始まっていると思いますけれども、始まったかな、もう今回ったぐらいかなと思いますので、はい、ちょっと時間差がありますが、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回セカンド写真集リリース記念ということでお越しいただきました。はい、僭越ながら我々の方で制作を担当させていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。で、今、ちょうど制作途中なんですけれども、はい、一旦目の前にあると 見えますかね、皆さん。見えますかね。まだ途中で、カバーを見つけて、なんかがっくり入っちゃった。せっかくなんで、中も見せてもらっていいですか。はい、なんか、同じ事務所のくれはちゃんですね。くれはゆみさんの写真集、今ちょっと、カバーかけさせてもらってますけれども、はい、まあ、この写真集もめちゃめちゃ良かったので、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。とんでもないです。で、今回高梨さんの作品も、はい、お届けさせていただきました。ありがとうございます。こちらリリース記念。わあ、すごい。すごい。すごい。ありがとうございます。素敵なカバー。いや、いい感じですね。カバーもすごい話し合いしながら。結構迷いましたね。で、こちらの作品が8月25日発売。はい、もうすぐだ。1ヶ月切りましたね。はい、早い、あっという間。ちょうどあと、そう、1ヶ月弱ぐらい。そうですね。で、この作品の発売記念ということで、はい、お越しいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ちょっと我々の方で宣伝させていただくと、グラッチェのメディアの方でも、本日、高梨さんのインタビューの方、はい、掲載させていただきましたので、はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、そちらもチェックしていただければと思います。はい、ます今回なんとこういうことで、シンプルに栃木県の地図が、そうなんですよね。地元で撮影させていただいて、いや、楽しかったですね。どうでしたか、栃木？あんなじっくり行ったら初めてです。はい、結構日帰りで行けちゃう感じですね。まあ、そうですね、東京からだと。そうですよね、観光地としても、はい、そういう日帰りで行くイメージありますけど、泊まりで、ね、たっぷりと行きましたね。はい、私はまあ、ロケハンも含め、はい、そうだ、しっかり満喫してきました。ありがとうございます。で、まあ、この地域の中でもこういったところを、はい、ロケ地にさせていただいて、うん、入れておりましたね。滝良かったですね。滝、あのカメラマンの佐藤さんもこんなに綺麗に撮れる滝はないっておっしゃってました。だいぶ近かったね。めっちゃ近かったですね。本当に近かったですね。楽しかったですね。なんか遠足みたいな。ノリがね。なんかみんなでこう岩場をガーって登っていって、みんなでこう荷物を受け渡し合いながら、手を取り合いながら、いい時間でしたね。良かったですね。天気もね、良かったですよね。天気良かったです。そうだ、でも、そうだ、フィッティングの時は雨予報でしたよね。そうです。そうだ、直前のフィッティングでは、ちょっと撮影部、やばいぞ。やばいぞ。やばいぞでしたよね。なんか、そうですね、だいぶ前にそのロケ地をどこにするかみたいな話してた時に、天気さえ良ければみたいな話もしてたじゃないですか。なのにフィッティングの時天気を見たら雨雨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 雨
滝のところですよね。あ、そうですね、はい、これちょっと後ろにあの色光段階の構成紙貼らせていただいてるんですけれども、はい、これも滝ですね。超綺麗、もっとなんかすごい光がバーって入ってるカットとかもあったりして、うん、本当天気良かったですよね。信じられないぐらい、この日ですよね、2日目。ああ、そうですね、めっちゃほら光綺麗じゃないですか。雲一つなくて朝起きた。いや、本当ですよ、すんごい天気でしたね。天気の恵まれ、はい。滝はちょっとね、観光地でもあったので、はいはい、いろんな人、あの、ね、お客さんがいらっしゃるところだったんですが、確かにそうですね。でもなんか撮ってるタイミングがすごくね、ちょうど人が切れてる。そうですよね、本当に、うん、タイミングがずっと良かったですね。良かったです、あんな観光地なんですね、結構。そうみたいですね、若い方から年配の方までたくさん。そうそうそう、でちょうど撮り終わった後にちょっとやんちゃな分断が出てきたので、いましたね。あれはちょっとミラクルだ。そうですね、こっそりやんちゃな集団、やんちゃそうでしたね。やんちゃそうなのかもしれない。なんか頼まれたら嫌だなみたいな、ね、そうですね、一応許可は全部取って撮影したんですけれども、はいはいはい、はい、でホテルでも撮って、はい、ホテルもすごいいいところで、あのなんだホテルマンの方たちがすごい温かかったですよね。あのめちゃくちゃ喜んでくれて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。すっごい皆さん温かくて、もうぜひ泊まってください。本当ですね。本当にすごいいいところだった。綺麗でしたしね。綺麗でしたね。で部屋とかもね、もうなんか、はい、一番安い部屋で、スタッフは預けてもいいので、はいはいはい、お話しくださいっていうふうに言ったんですけど、はい、全員揃えてくれてね、各フロアを。あ、そうでしたね、確かに。全員揃えて。いい部屋で。あ、そうなんですね。わー、ちゃんと素敵な。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私、あの、撮影した部屋に泊まったじゃないですか。あ、はい。めっちゃ広くて、うんうん、めっちゃ寂しかった。ちょっとね、あの、スイートに。そうですね。モデルのスイートで撮影をしたので、そのまんま泊まる。はい、いただきましたね、はい、トイレ2つついてる。すごいすぎて、広かったですね、すごい、ね、朝ごはんとか召し上がりました。朝ごはん食べました。食べましたね。ヨーグルトしか食べてない。あ、そっか、まあ撮影ありますもんね。そうですね、朝ごはんもすごい美味しかったです。そうです、まあ、ホテル取って、お実家の近くの、はい、男性川行きましたね。この辺天気悪かったですね。ちょっとね、でもそのなんか、小雨の感じが、はい、わかります、良かったです、ね、晴れだけじゃなくて、こう曇りとか雨とかいろんなバリエーションで撮れたのすごい良かったですよね。ただちょっと整備がされてなかったですね、土手が。反省です、私は。大都市県民として。ちょっと大変でしたね、入っていくのが。いや、そうですね、確かに。まあでも、その感じ、とっても、なんかナチュラルで良かったです。いや、楽しかったですが、本当みんなで遠足してるみたいな気分でめっちゃ楽しかったです。なんかお花が咲いてて、うんうんうん、なんかそのお花とその日の衣装がなんかすごいいい感じに色がマッチしてたのですごい良かったですね。すごい広い川なんですね。僕はちょっとじっくりあんなに行ったことがあったんですけど、広いです。私はあの土手で子供の頃ティーボールをやってました。謎のティーボール。撮影の時もね、話したんですけど、ティーボールが伝わらないっていう、私衝撃です、逆に。だから全然、いまだに分かんないです。いまだに分かんないです。栃木ボールなんじゃないかな。確かに、栃木のティーみたいな。ティーボールってあのスポーツが、うちの町内では、あ、町内というか学部ではあって、うん、ピッチャーがいない野球なんですけど、それもちょっとよくわからないんですけど、カラセクでのプーンみたいな、それも伝わらなかった。なんかボールのこういうなんていうんだろう、棒の上に落ちるんです。はいはいはい、はい、で、これを打つ。あ、なるほど。それが T になるから、 T ボール。あ、なるほど。あ、ティーバッティングみたいな。あ、ティーバッティングはちょっと違うか。ティーバッティングって何ですか。なんか野球の練習で、はいはいはい、トスバッティング、トスではないです。トスもしないで置いておくってことですね。そうです。
だからもう6年生とコンプラしか打たないです。いや、そうなんですよ。打ち放題。打ち放題ですね。ぜひ皆さん、ティーボールで。いや、でも楽しむ。楽しんでやってください。という、こう、実感、はい、思い出が集まったところで、はい、撮影もなんと、じゃあ、行っちゃいました。来てもいただいちゃいました。来ていただいちゃいましたね。素敵なご家族。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今のいただいちゃいました。いやいや、コインモナカという、明日からの。めちゃくちゃ美味しかった。あ、本当ですか、うん、よかった。お腹市場最強じゃん。本当ですね。本当にあんなになんかギュッとした感じの嬉しい。もうなんかない嬉しい。本当ですか、よかった、うん、なんか私たち家族は結構モナカなんだで大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、皆さんモナカ好き、モナカ好きって本当ですか言ってくださったんです。よかったです。本当にめちゃくちゃ素敵なこと。嬉しい。なんかすごく協力いただきまして、いやいや、とんでもないです。でもすごい変な感じでした。やっぱそうですよね、はい、家族が、私が普段お仕事させていただいている方と会うのは初めてだったので、うん、すっごいよく、ビデオさんとか私の妹とかにすごい深々と頭下げてくださってありがとうございますって感じで言ってくださって、妹があんなに腰の低い偉い人いるんだって言って驚いてました。ないんですけど、はい、ありがとうございます。でもその、自分の、はい、育った家で、はい、まあ、部屋で撮られてた、はい、そうですね。いやすごい良かった。なんか本当私結構家ではあんま服着てないことが多いので、割となんかプライベートを映されたような感覚にすごい近かったですよね。私なんか普段一緒に寝てる人形とかがこう写真中に映ってるのがなんか新鮮すぎて、これはね、見てもらいたいですね、皆さん。見てもらいたい。ビニール袋とか映ってるもんね。何が入ってるか分かんない。ビニール袋とか映ってる。すごい見てほしいですね。よかった。で、ここ私この編集を担当させていただいて、もう実感、お部屋の写真かなり大胆だな。な、本当ですよね。結構大胆ですよね。ほぼ着てないです。撮ってる時はそんな感覚はなんかないんですよね。なんかいつもそんなになんか、まあ、今すごい脱いでるぜみたいな感覚はないんですけど、後からこう写真で上がってきた時に、あ、意外と行ってるなみたいな感じで思いましたね。結構大胆。そうですね。はい、こうちょっとこの辺はなんかいろいろ学ましい刺激がね。そうですね、で、その撮影をしていただいたのが、はい、佐藤由紀さん、佐藤さん、ありがとうございました。トップカメラマン、ありがとうございます。佐藤さんは私が初めて撮り下ろしをさせていただいた雑誌のカメラマンを担当してくださった方で、が初めての撮り下ろしが佐藤さんだったんですよね。私はなのですごい思い出深いカメラマンさんのうちの一人ですね。すっごいなんか寡黙そうな雰囲気出してめっちゃ面白い。寡黙そうな雰囲気出してますね。確かに出してますよね、うん、なんかちょっとクールなな雰囲気出してるんですけど、うん、めっちゃ面白いですよね。ボソ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 でもやっぱりすごいですよね。上手ですよね。当たり前ですけど、はい、上手、そうですね、すごい。じゃあやっぱ佐藤さんにお願いしてよかったなと絶対思いましたね。この表紙も佐藤さんがここが方がいいんじゃないかみたいな感じの意見を出してくださって、それでじゃあ横顔にしてみようかみたいな、結構あんまり少ないので横顔の写真がの表紙のなんか写真集とかあんまないのでインパクトあるかなと思って、結構悩みに悩んでこの写真集はこの表紙にさせていただきました。結構なんか佐藤さんとはいろいろなんか現場を何回かさせていただいたので、その思い出話に花が咲いたりとか、あとなんか佐藤さん現場で変な音楽を結構流すんですよ。確かに。なんかあの日はあの時はそのなんか
のマリオの映画が流行って、うん、なんか佐藤さんの劇中で使われてるクッパの部分を撮ってましたよね。懐かしい、楽しかったですね。もう3ヶ月も前ですもんね。そうですね、撮影は。そういう撮影に今回、はい、まあ、スタイリストさんとか、はい、メイクさんとかももう、はい、もっとこう一流どころを歌うような感じなんですけれども、はい、フラワーアーティストの相川さんという、はい、新進気鋭の、すごいですよ。私フラワーアーティストという職業を初めて聞いたんですけど、はい、ね、本当にフラワーアーティストだなって思いました。選んできてくださるお花が本当に綺麗だったじゃないですか。確かに。でお花束とかも作ってくださったんですけど、うん、すごいやっぱ、わあ綺麗だなってめっちゃなって、なんか一つ、でもフラワーちょっと緊張しますよね。こういろんなこうプロの方が集まってるって考えたり、はい、責任感もこうちょっとずつ増すというか、緊張が一つ増えたんですけど、すごくこの写真集をより素敵なものにしてくださったなってめっちゃ思います。お花のバッグすごいたくさんありますもんね。そうですね、はい、うん、もうなんかね、あれなんですよ、やっぱり想定以上に持ってきてくれる。本当ですよね。いや、本当花畑くらい持ってきて本当すごかったですよね。量びっくりしました。なんか台車みたいな3、4台びっかりの、いや、本当そうですよね。車に乗るのかくらいので、ここだけの話ですけど、はい、お花を全部アイカブの部屋に一回入れたんですよ。はい、あ、そうなんですか。前の日、はいはいはい、アイカブさん泊まっていただいて、はい、の日の夜、はい、アイカブさん、はい、寝れる気がしないってツイートしてました。お花をこうなんか写して申し訳ない、申し訳ない。なんか結構こう個性的なお花もあって、そうですね、はい、それに囲まれてっていうのを見ちゃって、確かにそれこそ私の部屋に入れておけばまあでも申し訳ない。いや、面白い。そっか、確かに見にくいですね。匂いとかもあ、そうですね、香りもすごい良かったなっていう気がしますけど、中部さん、花粉症じゃなくてよかったです。そんな井上さんも入っていただいて、はい、で、今回もところ、はい、ちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、いや、でもそれこそその私自身結構この撮影に向けて体を絞ったりもしたので、その辺を結構注目していただきたいかなと思います。グラビア始めてから一番痩せた気がします。なのでそのスタイルアップした体はまあ見ていただきたいですし、やっぱそのさっきもちょっとお話に上がったんですけど、そのお花だったりとか、あとはすごい綺麗な自然だったりとか、私がこう今まで過ごしてきた街みたいなのをこの一冊に詰め込んであるので、そういうところも楽しんで見ていただけるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ぜひ楽しんでいただきたいです。で、そんな作品の勝負どころ。勝負どころ、やっぱでも脱ぎっぷりじゃないですかね、うん、確かに声大きい大きくなっちゃった。結構大胆に攻めてると思います。ありがとうございます。いやいや、どうしましょう、とんでもないです。結構攻めちゃって、もう表紙とか背表紙だけではわからない、中を見ないとわからない、ね、こんなことになっているのかっていうカットがたくさんあるので、その辺は楽しみにしていただきたいですね。この後ろの写真も全然まだまだです、この辺は。確かに全然、うん、とんでもないことになっているので、中は素敵な衣装も用意させていただきましたけど、そうですね、結構こう、はい、体で勝負して勝負だって感じで、ありがとうございます。はい、楽しみにしていただきたいですね。見ないとわからない、そうです、はい、ぜひ。損はさせないよ。損はさせないですね。はい。こんな勝負があったところで、燃えどころみたいなのを言うと。燃えどころ、でもなんか私その、やっぱ実家で撮ったりしてる中で、高校制服とか着てたりするので、その辺ですかね、家にいるところとかで。あれですよ、これジャージですよ。そうだ、ジャージですね。ジャージを着ているのですけど、やっぱジャ
ね、中国です。よかったです。中国です。ボロボロのジャージとか、膝に穴開いてるみたいなジャージなんですけど、それちょっと萌えポイントの一つかなとは思いますね。結構こう綺麗な衣装とか、素敵な、なんだろう、衣装を着させてもらってる中で、すごいラフなジャージのカットとか、やっぱちょっといいんじゃないですかね。逆に。あまり露出がない逆のエロさみたいなあるかなと思います。ということで、はい、8月25日発売、はい、8月25日発売です。お願いします。お願いします。ちょこちょこランキングとかもそうっすね、入らせていただいた田中圭さんとね追いつけ追いつけ、そうです、はい、切磋琢磨しておりますよろしくお願いします。まだまだね、これからどんどん来るかなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで一旦この写真週刊伝のインタビューはここまでにさせていただいて、はい、グラッチェ名物おアタック30になります。まあ、ご存知の方、まあ、ほとんどいないと思いますがライブ配信とかを、はい、うちでやらせていただくときに、はい、出ていただいた方にちょっと挑戦していただいている、はい、ちょっとしたコーナーになります。はい、楽しみ。で、はい、まあ、アタック30という名の通り、はい、30の質問にどんどん次々と答えていただくという形で、はいはい、まあ、これまでランキングというのはタイムアタックですごい辻さんぶっちぎりで、早いです。すいませんか。まあ、これランキングにしてますけど、早ければいいっていう、まあ、そうですね、わけではないので、そうですね、確かに、はい、まあ、じっくり次もう本気すぎちゃう。本気、本当にちゃんと答えましたね。いや、めっちゃ早かったです。すごいな、小谷さん7人になってるって。小谷さんはね、なんかだからこう一個一個じっくり答える。ああ、なるほど、まあ、争う気ないですね。まあ、ちょっとこれに挑戦していただいて、はい、写真集のアピールできれば、はい、ちょっと、写真集バージョンで作っていただきました。はい、ありがとうございます。あ、皆さん違うバージョンで、皆さんそうなんですよ、それぞれテーマ、あー、なるほど、ということで、はい、早速行きましょう。あ、緊張してきた。音楽がすごい、せかす音楽に変わってるいつの間にか。よし、お願いします。じゃあ行きます。はい、じゃあ一応計測させていただきます。はい、ちょっと緊張してみましたね。いきますね。はい、じゃあタックさんスタート。1問目、高梨瑞希、栃木県です。グラビアアイドルです。あ、ピンポンになるんですね。86、62、87です。3ポイント、ここにあるホクロです。あ、ありますよね、こっちですよね。あれ、こっちかな、どっちにあります、こっち、逆でしたね、3ポイントなんで間違えちゃった。ここにあるホクロです。最近のマイブーム、UFO キャッチャーです。UFO キャッチャー大好きで、好きな食べ物、そばとナスです。一度自分の精神を一言で表すと自由。チーケンといえば、なんだろう、餃子ですね。高梨瑞希の乙女エピソードをください。乙女エピソード。あ、やばいやばい。乙女エピソードなんだろう。私の乙女なところですよね。なんか結構恥ずかしがり屋で、意外と好きな人とかにはあんまり。こう目とか合わせられないです。この夏花束を送るとしたら誰？ワンちゃんです。誕生日なので、この夏セクシーリフトしたらやばい。ちょっと苦笑いです。この夏何する？この夏は、旅行行きたいですね。九州行きたいです。
写真集買ってね。今何本目？やばい、知らない。11、12、13、14、9、10、15。買いに行ったら彼いますけどね。
もう汗だくでね、宇都宮の駅前の名だたる百貨店とか、はい、お店屋さん、のお弁当スーパーとか回ってもらって、はいはい、もうハチ公でした。すいませんって帰ってきました。でそれでお二人はお弁当買いに行ってくださったスタッフさんと皆さんはお弁当、はい、まあそうですね、その日はまあ別のものを、めっちゃ優しい、皆さん食べてください。絶対疲れてるのに、お二人は。いやいや全然、食べてください。でもお弁当美味しそうでしたね。いや本当すいません、美味しかったです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや面白かった、まさかお弁当すいません、ちょっとあの栃木が代表してすいません。面白かったですね。面白かったです。みんなでゆっくりとか多分行けたりできたらね、よかったんですけどね。そうですね、まあ、もっと撮影の時はね、そうですね、なかなか、うん、でしたけれども、でも僕はそのロケハンとかホテルでとか。ああ、本当ですか、ありがとうございます。やっぱサラダが美味しいなと思って。サラダですか、うん、あ、本当ですか、うん、やっぱ田舎だから美味しいとか、野菜美味しいんですかね。と思います。あのドライブスルーで買った、はい、地元産サラダ、うん、サンドイッチみたいな、はい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 、めちゃくちゃ美味しかった。美味しそう、うん、わあ嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、いやこちらこそ。ね、はい、まあ、30分過ぎましたね。はい、で、ですね、無事アタック30、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。出演していただいて、この後9時から秘密の昼食と、いや、昼食欲しい。昼食欲しいですよ。ツーショットですね。ツーショットと空販売会を、はい、これまでもね、ちょっとやっていただいている、はい、オンライン特典会ですけれども、はい、あのこの後もやっていただきたいなと思っております。はい、で、この辺はね、あのウラッチのツイッターの方で、告知とかしておりますので、はい、気になる方、チェックしていただけたらなと思います。はい、お願いします。印刷券がまだ、そうですね、はい、ちょっと、完売しちゃった部門もあるんですけれども、はい、はい、ぜひ、まだ、はい、ところはあると思いますので、はい、お願いします。お願いします。で、写真集発売記念で、はい、ちょっとこの DC サイトの、はい、させていただこうと思っております。で先ほどから、まあ、お話出てますけれども、まあ、お花のカットがすごく綺麗なカットがあったりとか、はい、すごくね、素敵なカットがあって、そうですね、ただちょっと写真集の中に入れるとちょっとまたテイストが違うかなっていうのもあったりして、はい、そういうのをなんかもったいないなと思って、フォトアクリルというのを食べていただきました。でこちらもあのサイトが、はい、できますので、そこはまたツイッターなどをチェックしていただければなと思います。写真一緒に選んだ話をしていいですか。あ、いいですよ、はい、していいですかね。もちろん一緒に、ね、写真とかも選ばせていただいて、ね、はい、めっちゃいい感じですよね。アクリルにすごい合いそうな写真を選ばせていただいたので、うん、ぜひゲットしてほしい。私も欲しいです。なんならぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。で、石と似た感じではあるんですけれども、まあ、グラッチェで、オークション企画というのをやることが多くて、はい、高梨さんにも今回ちょっと参加していただきたいなと思っております。はい、今回のオークションの出品アイテムは、乙女に花束をの限定カバー版を作っちゃいたいと思っております。イエイ。いやでもアイディアすごいなと思いました。めっちゃ素敵です、限定カバー版。あ、限定カバーね、はい、まだちょっとそのデザインがこれから、はい、今制作中なんですけれども、はい、もう上がりましたら、わ、楽しみ、めっちゃ楽しみ。はい、でこちらも、8月の、18日から予定になっておりますので、はい、また、後日いろいろ発信していきたいと思います。はい、
いろんな特典を用意しております。そうですね、こっちもいろいろ決めましたもんね。そうですね、はい、楽しみにしててください。お祭り的に楽しんでもらえたらなと思います。はい、で入札の参加特典みたいなのも用意してますので、はい、落札できなくても、楽しめるようにしていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。でこの辺の情報に関しては今中のツイッターで出していきたいと思います。今ちょうどね、ありがとうございま す。いいですね、この写真も素敵だね。髪の毛一本一本にメイさんがこだわって。そうですね、コモダ、コモダ一本一本こだわってて、はい、そういったこだわりに詰まっている作品、はい、25日発売。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。といったところで、ライブ配信は締めたいなと思います。はい、最後に、皆さんからご挨拶お願いします。皆さん、ライブ配信、ご視聴いただいてありがとうございました。8月25日に乙女に花束を発売になります。今回の写真集も、すごく自分自身も気合を入れて臨んだ作品ですし、本当にいろんなスタッフのプロフェッショナルの方たちと作り上げた本当に最高の一冊になっていると思いますので、皆さん買って損はありません。ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。では本日ありがとうございました。はい、